こんにちは、イックです。オニアさん、こんにちは、ね。いつも早いに仕込みありがとね。そんでは、ブラッドステインド、現在ね、今、静寂の庭園ってとこにいるんだけど、前に2段ジャンプゲットしたんだよね。というわけで、なんか新しいとこ行きましょう。武器は撲殺するためのゴツゴツしたトゲです。2段ジャンプでしか行けないところちょこちょこあったのはあったんだけど、どこだったかは本当覚えてません。もう適当に行くしかない。なんかこの塔のところなんかどっか探索しきってないような気もすんだよね。おうそうだった、あり得るんだった。この下行っても行き止まり。じゃあまあ行ってみようか。豚さん、豚さん出番よ。オフ、リバーさん、こんちゃっちゃん。ちょっと、オオカミこっち来いよ。その微妙な位置やめてよ。豚さん。豚さんだけで終わりました。ビーストガード、ウルフマンに前方ガードさせる。おお、これもなんか召喚系ね。これじゃない。シャードだってば。豚を使いこなしておる。こう、自分が行けない場所に敵が塞いでる時にやるとちょうどいいね。今の取ったやつどれだろうか。あ、これか。試しに何かいたらやってみようか。あそこの上の宝箱って結局何だったっけな。動けるのは平面なんだけど、前の背景が立体的に動くのがもうてんやわんや。うん、ガード MP めっちゃ減ってるけど、ね、あのウルフマンを召喚して戦わせるのがよかったな。というわけで戻しましょう。こっから下行って何回行くんだったっけ。あ、こういうことか、こういうことか。これでいけるわ。いろんな武器使いたくなっちゃう。ひたすら私はこの撲殺でいきます。やっぱ使いやすい武器ってある程度こう決まっちゃうところあるよね。 MP マックスアップ。この下はずっとあ、行ったけど宝箱取ってないな。そもそも行き止まりだな。こう壁行き止まりだけど、マップ上では行き止まりと表示されていない。どういうこと。岩さん、銃以外使ってなかった。だね。銃しか使わないって言ってたもんね。オフ、こらこら、ちょうど着地してに投げ込むんじゃないよ。またまたしてもおなれ。あ、そうか、こっち行くと切り替わっちゃうんだった。そうだった。ここ乗れる。あ、乗れる乗れる。歯車のとこも乗れるのね。豚さん、ボヨンボヨン、豚さんバリアってな感じではないか。豚さん、アオフ。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ポイズンやっちゃったよ。毒消しあったっけ。あ、前一個買ったやつがある。よしよし、ちょっ食らってる。また、何この蜂。毒って自然回復するかな。トモカスさん、こんにちは。なんか蜂がどんどん来るんですけど、 HP がやばいっす。ソイマチタカシを歌いたくなる。ポイズンってなると歌いたくなる。もうこいつら微妙な軌道を飛んでるのが立つな。行け、
豚さん、死んでしまう、死んでしまう、ポイクもう解毒剤そんな持ってきてないよ。多分 HP1 以上は食らわないようになってんだろうけど、毒治ったね、治ったね、多分多分治ったね。そっからポーション、うん、毒は治ってる。強引ポーションでいこう。布袋さんのイメージが強い。あ、布袋さんもポイズン歌ってるの？そうなの？知らなかった。ポーションこれ足りるかな。しまったな。HP マックスアップ。また蜂が来る。もうこいつは無視しようかな。逃げよう逃げよう。食らったらそこポイズンだし、厄介すぎる。しつこーい。豚さん召喚しレベルアップ。おいいねこれ。豚さんを上下にバインバインさせるといいバリアになるわこれ、うん、デジモ君あちこちで品切れ。あら珍しい。どうしたんだろう。今ちなみにプレイステーションストアでデジボクのセール来てるね。あ、蜂もなんかシャード持ってたみたい。蜂を召喚するよ。召喚したくねえけどまあ試しにちょっとこいつやってから使ってみようか。蜂いすぎー。豚さん豚さん当たらないよ。あーいけない。もうぐったぐった。桜姫もそうそう話題になった時にこう品切れを起こしたんだけど、なんか転売屋も買ったかもしれないっていう話題はなったね。ただデジブクそんな話題になったっけ。あ、なんか YouTube の有名実況者がなんか数日前にプレイしたっつもあったけど、それの影響かな。蜂まだ持ってなかった。蜂ね、やっぱり出現場所決まってる悪魔はなかなか取れないよね、確率的に。そして蜂が超うぜ取ったとこっち来い。ポイズンポイズン。これ一旦戻ろうとダメだわ。一旦戻りましょう。解毒剤いっぱい取ってきたいし戻りましょう。の攻撃がもうほぼ高確率でダメージポイズンになるのがいやらしすぎるわ。 EDF の蜂を見習え。よいしょ。セーブしてから一旦戻って解毒剤買い込んでまた来ましょう。ね、そういえば使ってみないと分かんないね。どっちがおすすめか。ん、ここじゃない。ハチさんはこっちの方。しっ、うん、なんとも言えないEDF のハチにも毒つけようか。全力でお断りします。脱走方向向き変えてもまっすぐにしか出てこないっぽいね、これ。この蜂さん。ちょっと扱いにくいかな、これは。やっぱデュラハンの頭分回そうか。やっぱ豚さんよ。召喚系はやっぱり豚さんよ。本来の蜂は毒持ちですぞ。そうなんだ、そうなんだ。う、敵の指先に触れるだけでダメージやめて。
こっから戻るにはまっすぐ行った方がいいかな。そうそう、ここの宝箱なぜか復活するんだよね。さっきの通過した本棚にも書いてあったんだけど、あ、この子もシャード持ってた。カラボスを召喚する、なぜか復活する。昔のバイオみたいなマップ、雰囲気的にはバイオハザードの洋館っぽいけど、マップ自体はめちゃくちゃ広ございます。めちゃくちゃ広すぎてもうつながりがわからない。覚えられない。オリバーさん、このシャドウずっと使ってる。カラボスどこ行った？あ、ファミリアの方か、こっちか。まあ妖精さん可愛いしね。豚さんには豚さんに最高だ。さすがうちの豚さん強い。さすがうちの豚さん、豚さんだで。ちょっとカミカミ。とりあえず一旦戻ります。あの総流の塔のところ、早いとこファストトラベルポイント発見したいところだね。だいぶ遠くなっちゃうわ。画像綺麗ですね。そんなの 2Dなんだけど、こうドット絵とはまた違う、なんかこう 2D 的な平面的な美しさというか、なんというか 2D でもあり 3D もありでもありみたいな、ややこしいね。あとまあなんかこう見た目があれだよね、おうおう、芸術的な感じ、見た目が。ここはちょっとそんなんでもないけど、場所によっては妖精さん超便利なの。なんかさっき魔法陣展開しなんかやってたけど、あれ何だったんだろう。さあぶっころおばさん。何か要件は？私が集めた化け物の情報はこんなところだね。先にちょっと報告して、よくやってくれたね。報告して、さあぶっころおばさんの、私が集めた化け物の情報はこんなところだね。3連続来るよ。みんな耳の穴かぽじってよく聞いてね。この仕事は煙突掃除のダリオの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。何か力入ったおくれ。私が集めたばこの仕事は牧師のトレバーの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。おくれ。真似したくなるこれ。何か要件。私が集めた化け物のこの仕事はいとこの友達のマーサの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。おくれ。というわけで伏せ字の位置が移動してる。もろに言えないもんねこれね、本当。いや、いらっしゃい。さて何を錬成する？解毒薬作ろうと思ったらだいぶ貴重な素材要求されるんだね。これは買った方がいいかも。そしてポーション、あ、そっか、最近あのドロドロのスライム戦ってないから錬成できない。なんか防具でも作ろうかな。言っちゃまずい言葉だからね、本当。あのおばさんしか言えない配信では言えない、なかなか真似したいところだけど。今の帽子もいいんだけどちょっと違うのしたいね。海賊帽にしようかな。銃は基本使わないし、これにしようかな。なんだかんだ新しい防具作れるのが増えてるけど、またまたいいか。そういえばバットウィングなんか欲しがってる人いたな。これ作っとこう。これにしようかな。これはいいぞ。あと料理結局作ったんだけど食べてないっていうね。もしバエルって悪魔に会ったら逃げた方がいい。そうなの？会った時にベキベキやったよ、ボコボコやったよ。まだ会ったことないけど、おどうして逃げた方がいいの？帽子外したら石仮面の方の装備が全面に出てしまった。
72柱の悪魔の中で最も強い悪魔なんだ。気をつけるに越したことはないっていうけど、普通にバエルやったよね。バールじゃないよね。ん、あれあれ名前が似てるからどっちかどっちか分かんなくなってきた。そしてちょっと装備をちょっとチェックするからお待ちくだされ。石の仮面はちょっと見た目が嫌ですってなっちゃうので。ネックレスが無難かな。いや、ユニコーンにしとっかな。うん、すっきり顔すっきり。あとはそうね、ことあるごとにセーブします。なんかこのゲームエラー落ちとかもするらしいので、今んとこ遭遇してはないんだけど、こと細かにセーブしていきます。でもし急に配信がブチって切れたらエラー落ちしたんだなと思ってください。プレステ4のブロードキャスト機能だとゲーム終了イコール配信落ちるっていう設定になってしまっているので。通れない狭い横穴があって、そうそう、うまく先に進めないのよね。そうそうそう、これあるのよね。そういえば先ほどその件で残月からのヤブミが来てましたか。またなんとか早漏って書いてあるんだね。怪しげな実験施設にて狭き横穴を神速で通り抜けるあやかしを見て候。505ゲームス、このメーカーさんのよくあるのが怖いね。すごく早く動けるってこと。手ごわそうね。実験施設ってあの前の図書館のとことは違うんかな。いかにも研究所ってとこなんかな。どんな優れた力にも何かしらの欠点はあるものです。あなたなら大丈夫ですわ。ところで必要なものはあるかしら。どれを買ってくれるのかしら。まあ、とりあえずいろいろ言ってみないとわかんないな。これでいい、ありがとう。で、契約役もマックスまで持っと。感謝いたします。一気に金がなくなった。どれを売ってくれるのかしら。あとなんかいらないものってなんかあったっけな。なんかあんまり料理しないからお米とかトウモロコシとかいっぱいになってきちゃってるんだけど、もっとガンガン食べてもいいのかもしんない。これでいい、ありがとう。さすがにもうナイフはいらないな。これでいい、ありがとう。これで取引成立ですわ。あれ、羽飾り、これいつの間に取ったんだろうか。ドラキュラの主人公シモンがいてもおかしくなさそう。まあ同じスタッフさんが作ってるらしいからね。これで取引成立ですわ。これ感謝いたしますわ。どれを売ってくれるのかしら。これで取引成立ですわ。これで取引成立ですわ。これでありがとう。シャード2種類持ってても2個持っててもしょうがないもんね。これでありがとう。こんなもんかな。ありがとう。で、あとは外にいる、ちょっと待って、間違えた間違えた。畑の人に種を渡す分もあったかな。あ、これそうそう、カラボス召喚してる時のみこれ使うと回復できるってことだね。妖精の飛躍って。やっぱ種系持ってないっぽいな。気づいてしまったか。音を、わかりました。普通に手首侍こと残月さんがおりますわ。話は終わりだ。俺はもう行く。また会っちゃった。ピュー全力疾走。言ってしまいましたか。手首侍。お見苦しいところをお見せしましたわ。やっぱり嫌われてるみたいね。頑固で困ったものですわ。あ、用件は何かしら。
バグワールだとおかしまーんじゃなくて、おかしまーはこのゲーム関係ないです。今日は新しい商品が今日はさっき来たばっかだけど、どういうこと？もしかして残月さんが新しい商品だって持ってくるの？売りに来るの、あの人。といっても種類多すぎてどれが新しいのか分かんないんだけどね。とりあえず種なんかまた育てておきましょうかね。あった、これでいい。ありがとう、ありがとう。父と父に挟んで首ってそんな顔があってたまるか。収穫できたよ。そしてまた渡す。これでどうかしら。わかった。今んとここで育てるの3種類しかないけど、そのうち増えていくと思いたい。持ってきてほしい形見の品はこれを探し、バッドウィングを渡す。頼んだわよ。調子ぼちぼち。どこ行った？あった、こっちか。約束の品よ。確かに。チョコレートケーキもらった。今食べたいです、リアルで。ザンギエフを用心棒にしたい、本当に。ただピューって飛んでこられないね。のしのし来るね。そしてさっきの羽飾りって手に入れたのいつか分かんないけど、こっちの方が性能良かったじゃん。海賊帽作らなくて良かったじゃんっていう。あらまあ、ちょっと素材もったいないことしちゃったわ。まあとりあえずこれで大体準備できたかな。そんではさっきの蒼龍の塔の続きいきましょう。あーバカー下手くちょ。まあザンギエフプロレスラーだけどね、この世界でプロレスラー通用するんかな。なんせ敵に触るだけでダメージ食らうから、素手で戦うザンギエフとかもかなり大変そうな気がする。毎回ダメージ食らいながらボコボコ殴る感じになっちゃう。こっからが蒼龍の塔、遠いのよね。そういえばこっちの方行ってない。あ、そうか、ここか。ただ今回ちょっと坂叩いて、坂叩いて。おお、同時展開したけど、こっちの妖精のが強いぞ。っていうかそこどいてマジで。頑張って今のうち。ダルシムのヨガファイヤーしてくれた方が役に立つそうな気もする、この世界だと。皆さんこんにちは。今月のフリープレイで遊んでおります。妖精薬のレシピ、そんなものがあったのね。ランク上げたいね。そういえばランク上げる素材見てくんの忘れた。あん、えへへじゃない、えへへじゃない。ほんちゃんもあとは任せた。なんだよ、なんでやっちゃった。構えるよ。はてやまー、オフオフオフ。おっと、こいつも持ってた。ヘビも多分出てくると思う。カエルとかいるんだから。ブエルを召喚する。おお、どれ。早速、うん
ちょっと止まっちゃうよ。敵に当たって跳ね返って止まるってどう使えとこれ。戻そう。一旦下で回復してから行こうかな。殴れる？あ、召喚してそっからさらに殴ると飛んでくみたいなことかな。この下はあ、そうそうそう、なるほど、そういうことね。こっち来た急に突っ込んでくるなし。おのれい、あ、微妙な位置になってしまったていうかこっち来たら遠いじゃん、回復遠いじゃん。だから撤退、こっち来てどうすんねん。貫通すんだった、そうだった。だから何って感じの技だけどちょっと扱いにくいねこれね。やっぱ殴る武器も殴る系だし魔法も殴る系だし、殴るの好きすぎないって感じの武装になってしまったな。豚しゃーん、豚しゃーん、あっちの妖精さんに届かない豚さん行っちゃったよまあそれを置いといて回復と。というわけでやっと蒼龍の塔へ行くことができるわね。豚を従え、打撲が好きなイックさんなの。そうなの普段そんな打撲系の武器が好きってわけでもないんだけどね、なんかこのゲーム扱いやすいから使っちゃう。なんかこの辺宝箱の表示があるんだけど消えた、なんだろう、よくわかんないな。なんか特殊な階層をしてるからわかりにくいね。ここ出た、蜂出た、やめれ、ちょっとやめれ、頑張って頑張って当ててで、こっから、あー、またしても。あれ、あそこの宝箱取ってなかったっけ？あれ？復活するタイプの宝箱？そうそう、螺旋状にぐるぐる回ってるからね、平面的に動いてんだけど、螺旋状にマップがつながってるという、よくわからない構造してるのがなかなか困るもんですわ。そして、妖精さん、なかなか攻撃が当たらない行った。でこの中が、あ、こうつながってて、こうなって前探索の途中で終わったのよね。ちょっと降りてきてよ。ちょっと妖精さん、飛ばしたの先に当たりましたよ。おずまさん、こんにちは。前行けなかった場所に挑戦中であります。ハチはなかなかね、逃げるように動きするのがいやらしいね。その辺は EDF のハチと同じだね。逃げるように動きつつ攻撃してくるっつね。そうそう、前ここを通ってってなんかやって、なんかなのよ動かさないとダメ。あっと危ない。こんな時こそ豚さんだ、頑張って豚さん、もっとまっすぐまっすぐ、おお、いい感じ、さすが豚さん。
球矯正マスクってなんか今すごいものゲットしたな。うん、まあなかなかいいんじゃないいいんじゃない。豚さん当たるとなんかシュール可愛いしね、デブデブしてるしね、一生懸命飛んでくのは可愛いよね。これは下にヒューって落ちていくような感じなのでやめときましょう。あらら、あらららら、うん、あそこ高いの取れないね。デュラハンの頭部分が飛んでる。ちょっとビチビチしながら飛ぶのやめてくださいよ。ふう、でまだ来る、まだ来るや。まだ来る。無限分けじゃないよね、無限分けじゃないよね。ちょっとまだ来る。無限分けかなこれもしかして。ちょっと無視。トゲトゲしてる、危ない。ちょっとやられすぎる。ちょっと、なんかここキラキラしてんのは何だろう。あ、妖精さんが移動したとか。毒ガエルだった。ここポイズンな敵多すぎない。うん、これなんか逆回転してるなこれ。あ、下回っていけってことか。豚さん、豚さん、豚さん戻ってきて。豚さん。よしよし、ぷかーっと楽しそうに飛んでおります。触れるだけ毒っていうのがね、ポイズンって歌えってことなんでしょうか。あっちの方にまた毒ガエルいるよ。またいるよ。うん、さっきのとこ宝箱あるけど、あるけど毒ガエル嫌だからやめときましょう。やめておきましょう。本当なんて複雑な構造してるんだこのマップ。で結局下へ向かえってことなのね。むしろ豚さん召喚した方が。一匹しか当たらなかった。もう普通に武器振るだけでは当たらないっていうのがやらしいね。これは鞭を持つ方がいいかも。あ、いつの間にか槍をゲットしていた。ちゃったちゃった。メニュー画面切り替えた瞬間やめて。やっぱり槍はカエルには向かない。このカエルもシャード持っていた。毒耐性上昇、おお、いいんじゃない。これ欲しかった、これ欲しいやつや。螺旋状マップはね、ちょっと 目も痛くなってくる。なかなか難しいわね。これでポイズン耐性ついたからちょっとはマシになるかな。とんでもない方向飛んでったよ。蜂も来た。
もう濡れていっぱい来すぎ。このゲーム飛んでる時は壁貫通するのがやらしいな。せめて帰るだけでも、せめてここいっぱいいすぎる。ハンちゃんも一緒ぎだよ。ハンちゃんも誰にも当たらない豚さん、それでも可愛いからいいんだ。飛んでるだけで可愛いからいいんだ。やっと静かになった。ゲコゲコ祭りプラス蜂もいっぱい来ちゃったよっていう、また来た。なんか後ろ向くと積極的に追いかけてくるね。こんな感じでこっち向くとなんか右利用に移動する。いやらしい。そしてこの塔ワープポイントがないね。ここ複雑だから欲しいんだけどな。あー届かない。ブラボの豚さんを召喚してたまそう。あれのでかいの、あらら、あのでかい豚さん召喚できたらもう強そうだね。いけたいけた。スイーツのレシピ、レシピアップ。すごいとこ通ってんな本当。あーよかった、落下ダメージなくてよかった。敵をあらかた片付けといてよかったね。ここね、まさかさまにだったよ。ほんと対馬なら終わってた。そうなの。落下弾味あるゲームだったらこれ終わってたわ。そしてハチさんがまた来る。ハチに対しては妖精さんほとんど攻撃当たらんね。ダメだね、使い分けって大事ね。オッケー、当たらんねん。あーやらしいな本当も。まったくもう無理してこっちの方から行こうとしてるけど、さっきのところで右側行っても良さそうな気がしなくもないな。まあ、いっか。届いた。カルノレビュークっていうなんか武器かなこれ。宝箱が置いてあった。内蔵された蒸気機関により鋭い弾撃を食い出すようになった大剣。なんかすごい武器だねこれ。現時点での攻撃力トップクラスだし、ただ大剣はちょっと扱いにくいっちゃ扱いにくい。まあ試しに持ててみよう。よまた新しいな。二段ジャンプがめちゃめちゃ重要でしたわ。ユラハマヘッド召喚、ふわふわ飛んでいくんかな。あ溜めてる、あ本当だ。ちょ来すぎ来すぎこれ。来すぎや、来すぎやっちゃった。やっぱすぐに触れる武器が欲しいな今は。相手がふわふわ飛んでると、
本当こいつは無限脇臭いな。地味に削られていく HP。 こっちもデュラハン召喚だってやりたいけど MP はまあいっぱいやるか。じゃあ早速、あらファミリアの方だった。どれ、何もしない。超近距離でしか反応しないよ。かなか微妙なような、なんかすごいのが来た。ガードですよね。後ろから来たやつだね。なんかオタマジャクシがゆらーっと泳いでるだけに見えるねこれ。ちょっと微妙かな。とりあえず妖精さんに戻そうか。これ逆側行ったらもしかしてセーブポイントとか。おー、ワープポイントだった。やっと出てきたね。登り切ったところにあるんだねこれ。豚さんの出番かもしれない。豚さん行っちゃった。行ってしまわれた豚さん。ちょっと急に一歩下がるんじゃない。なんかこの絵画だけ日本人の顔してるのもしかして誰かのスタッフの似顔絵だったりして。そして豚はいなくなったのであったって感じでスーッと行っちゃう時があるね。それもまた可愛いんだけど。ん？ガッチャン。エレベーターのスイッチね。ちょっとエレベーター行く前に日記という名の日記だった。1769年ついに成功した。超小型ではあるが間違いなく悪魔を召喚することができたのだ。我にもすがる思いで職場にした結晶。まさかそんな力が隠されていたとは。しかしながらあんなに小さい悪魔なのにギルドの被害はひどかった。なんとか倒せたが上層部はあれを大量に。考えただけでも恐ろしくなってきた。先日なんとか退けた悪魔が赤い結晶を残していったのだが、これが奇妙で面白い。まず先に発見した結晶と区別するため、この赤い結晶をシャードと名付けた。今使ってるやつだね。シャードはどうやら結晶に引き付けられる性質をしているらしい。私の発見した結晶は悪魔の力と引き合う、もしくはリンクする力を持つというのか。問題はこれをどうやって増やすかだが、マッドサイエンティストの研究は終わらない。さっきのここエレベーター、エレベーターじゃない、エレベーター使うと前んとこ戻れるっちゃ戻れるのか。ちょっと前んとこ戻って回復して戻ってこようかな。GFの豚さん、ガーディアンフォース豚さん、あこっち動けない。反対側から動かさないといけないってやつもあるのね。ここがセーブポイントに近くて、一旦セーブしてからちょっと続き行こうかね。豚さんの出番だよと思ったらあっちの方行っちゃった。ふう、長い道のりだったわ。そしてよく見たらこの椅子に座った時に妖精さんもちゃんと座ってるっていう演出が細かい。
妖精さん普段飛んでるだけなんだけど、さっき椅子に座って休憩したら妖精さんもちゃんと休憩してたわ。レベルアップ。細かい演出いいよね、ほんとね。ほんのちょっとなんだけど、やっぱりそういうの見つけるとちょっとにやりとできるよね。で、下にさらに行くと、なんか宝箱がちょんと置いてあるね。あー、なんか前あそこ来たな。来たけどなんか宝箱取れないってやってたね。そういえば下からじゃダメですわ。なんかポーズしてるずっと上ボタン押したらなんかポーズしてんだけど、ジョジョ立ちポーズしてんだけど、どういうことどういうこと。シャキーン。そうそう、海外版にはない日本ならではのこういう細かい演出とかね。なんかジョジョ立ちポーズをし始めたんだけどずっと上ボタンを押してると、こういうなんか遊び心とかやっぱり和芸ならではだね。そういうの好きです。スタンド持ってるのかなみたいなこのゲーム作ってるスタッフさんはジョジョが好きだしわざわざポーズ用意してるしね、こんな感じでもうちょっとズームアップで見たいところだけど、ズームアップは無理なんだよね。なんかここ宝石系がやったら手に入るね。またふわふわ飛んでくる。ここ来るたんびにこいつらふわふわするのやめて。ブタさん、ブタさん、往復ブタさん頑張っていいね、ブタさん最高。さすがブタさんだで。ブタさんブタさん、できれば下の方に、そうそう下の方に、ちょっと下行きすぎ本当こいつらちょっとさちょっとさ、自重してくださいよ。もうちょっと言い過ぎだよ本当。ジョゼフの呼吸マスク、ジョゼフってと、ジョジョのジョゼフかな。アオフ。ジョジョのことは実はあんまり詳しくなくてな、ジョジョ立ちとか一時期流行ったのがあるから、それぐらいしかよく知らないのよね、ごめんね。これで先のエレベーター開通だね。一応まあファストトラベルできるとことはつながったね。桃滝さんこんにちは。ぶつ切りにしておくれさっきおばちゃんの3連続でもう聞いちゃったそのセリフ、また増えるといいな。壁貫通しないでこっち来てよ、こっち来てよ。ちょっと撲殺、撲殺。おー、いいところにセーブポイント。ちゃんと妖精さんも腰掛けております。さて、ポーションが5個、
まあ大丈夫かな、戻らなくてもこのまま行っちゃおう。飛んでいくだけ。ついでに壁も壊れた。壊れた壁の先に何かあるかもしんないと思ったけど行き止まりだったわ。気のせいだったわ。あ、これボス戦だわ。これちょっと、まあ試しに行ってみようかな。紅の豚さん。確かにちょっとこっちもブクブクしてますけども、二段ジャンプなの。そうなの、二段ジャンプ駆使してやっとこの塔の奥の方まで来ることができましたわ。やっぱ来た、なんかすごいの来た。避ける場所がなくないってか、頭も尻尾も頭ってこと、挟まれてますけど。豚さん、豚さん、豚さん。あーふ、何が何やら。豚さん、ひたすら豚さん召喚するしかね。ちょっとどうなってんの、どうなってんの、ちょっとどうなってんの、何が何やら、何が何やら。ちょっとエリアが狭すぎるよ。豚さん、豚食われそう。確かに食われそう。でも頑張る豚さん。はいやー、豚さんオフ。炎伸びてくるのあれ。ちょっとちょっとちょっと、かまります、かまります、ちょっとちょっとちょっと、交互に伸びてくるみたいだけど、困ります、困ります。一気にポーション使った分なくなってしまった。なんじゃってー、なんだってー。おー、ありがとう、妖精さん回復してくれるわ。豚さん、豚さん、これそうだけどいいダメージ減になっております。隙あらば豚さん召喚する。死ぬ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 。豚さん、しつこく。もうハイポーションになっちゃうな。捕まれた、もうあかん、もうあかん。あれ、あ、倒した、もしかして倒した。なんだよ、なんか大ダメージ攻撃確定の掴みかと思ったら、なんだよ、ナイス、ありがとう。もうびっくりさせんなよ、もうぶった切りにしておくれってな感じで豚さんを召喚しまくりました。で、新しい魔法インフェルノブレス。あ、動き激しい系の敵はちょっと困るね。で、さっきの宝箱、ボスを倒してゲットできるやつだったわね。集荷銀って確か写真撮るのに必要ってあったね、そういえば。一旦これは戻りましょう。しまった、エレベーターが上の方に置きっぱなしなような。こっから戻れるかな。やっぱボス戦になると豚さんが強いね。ダメだ。ダメだ、戻れねえ、エレベーター上上げっぱなし。あーですわ、ほんと。上上げっぱなしだわ。HP がやばいっすよ、そうなんすよ。え、エレベーター来る？待ってると来るってこと？
ちょっとまた行ってみようか。あ、急に来てた。ありがたや。で、上戻って一旦帰ろう。で、またまたポーション買い込んでこないと。豚さん、豚さん行ってしまわれたわ。そういえば先のボス戦で、あの、このポルターガイストの魔法でもよかったかもしんないね。自分の周りにこう絵を展開するやつでもよかったかもしんないね。回復ほぼ料理と妖精さんなのね。ほんと料理作ったけど全然食べてないっていう。複雑な構造しすぎなの。そうなの。ハイポーションだね。確かポーション何個かで作るやつだから、まあ店で買ってもいいんだろうけど、ちょっとその辺の素材のやりくり大変かもしれない。使いすぎて。ちゃんと食べてるか？食べてない。さあ今日はどうする？妖精の飛躍はハイポーション使っちゃうのか。うん、作れないポーション。なんか料理作れるのもないな。お店でちゃんと買わないといけないね。ところでシャードの研究は君が眠っている10年でさらに進んだよ。どんなことが分かったの？シャードに特定の物質を加えて錬成することで性質が変わる。新たな変性が起こるんだ。例えば攻撃的シャードの範囲が広くなったり、より遠くまで届くようになったり。感覚的にはより使いやすくなるイメージと思っていい？料理は腐らないです。大丈夫です。それで構わないよ。ただエンチャントシャードの編成は特筆すべきところがあって、かなりの素材を必要とするみたいだけど、スキルシャードと同一の効果、つまり装備しなくても効果を発揮するようになるんだ。それはすごい進化ね。多分まだそこまで持ってないかな、これは。とりあえず回復&セーブ。ボスを倒したデータを残しておかないと。さっきの妖精さんの回復が本当助かったね。妖精の鱗粉持ってると自動的に使ってくれるっぽいね。必要な素材用意できたわ。それでは撮影会を始めましょう。いきなり撮影会の話。表情が硬いですわよ。マスクしてますから。笑うのって意外と難しいのね。仕方ありませんわね。ではしばらく動いてはダメですわよ。息はしていいのですよ。ちょっと天然さん入ってます。できましたわ。もう動いて構いませんよ。はい、これが写真です。記念に差し上げますわ。私が写ってる。不思議だわ。この頃は写真ができた、撮影機ができた頃って感じなんかな。お宝写真かもしれない。石仮面で撮影嫌だ。照明写真、これ何に使うんだ。大事なものかな。魔術協会の最新技術、ギリギリ本人だと認識できる。中身は見れないのね。残念。こ
こんな生き地獄。元気だ。すまないね。おう、このばちゃん、名前があったわ。私はスージーってんだよ。私はミリアム。何か力になれる？そうだね、食べたい料理があるけど名前がわからないね。この頃の世界は多分まだカメラじゃなくてこう遮影機とかそんな感じの名前だったんだろうね、おそらく。写真知らない時代。おばあちゃん、相手も FF っぽい、まあポーションだし、白い塊が食べたい。おにぎりのことかな、これは。これは料理も作らなあかんね、ちゃんと。気長に待っとるよ。うん、おにぎりって書いてある。持ってきて。持ってます。よくわかったわね。これよ。早速いただくわね。うまい。私も食べたいな。じゅるり。少し元気出たよ。ありがとう、お嬢ちゃん。よかった。元気出してね、おばあちゃん。まだ主人公料理一口も食べておりませんっていうね。まだ何か食べたいものはある？そうだね、うまい。テレテレ。確かにちょっとそれっぽい。なんとかしてみるわ、おばあちゃん。そのうまいテレテレっていうネタが知ってる人はだいぶ年齢いってるという。まあ私もそんな若くないけどさ。薄い丸い焼き物、丸くてとろりと伸びる何か。ピザかな。気長に。うん、ピザのマーク。ピザ持ってたっけ。あ、持ってる持ってる。牛スージーの煮込み。だからこのおばちゃんスージーって名前なのか。よくわかる。うまい。てれてれ。私も食べたいな。少し他の人が食べてるの見てると美味しく見えるよね。まだ何か。そうだね。てれてれって毎回言っちゃう。今度は細い揚げ物。食べた後ベトベト。ポテトかな、これは。フライドポテトみたいな。ていうかこのおばちゃん武器をいろいろ隠し持ってんの怖すぎるんだけど。報酬が武器とか装備品とかそっち系なんだけど。物騒なおばちゃんだわ。おばちゃん、おばあちゃん。ねるねるねるね。そう、よくわかったね。何か。この世代の人ならわかる。ほんとうまい。てれてれでわかる。どれを買ってくれるのかしら。さてポーション買い込み。これでいいのかしら。ありがとう。金が一気に吹っ飛ぶ。おばあちゃんの、おばあちゃんの依頼はまあぼちぼちでいいか。結構材料も用意しないといけないしね。でハイポーション連成で作っとくかな。どれを売ってくれるのかしら。これで。ありがとう。ありがとう。寝る寝る寝るね。違います。まあほぼ同世代よね、そんな感じする。こうテレビネタを何知ってるかでだいたいその人の年齢がわかるってあるよね。来てくれて。さあ今日はどうする。あの YouTube の方だとあのチャンネル登録してくれてる人の年、大体の年代とかわかるんだけど、まあ近しい年代の人の方々が多い印象だったな。こっちのツイッチの方だとわかんないんだけどね。ポーション4つでハイポーション、まあもったいないけど、これにしようかな。ボス戦ではやっぱりいいね。よし、できた。マジの格好をしたメガネのおばちゃんが回してる。あのおばちゃん懐に武器とか装備品いっぱい抱え込んでるの怖いよね。でフライドポテト作ろうと思ったら小麦粉がいる。でも小麦粉さえあれば作れるから作っちゃおうかな。何かあったら。このおばちゃんのクエストやるのに料理作りまくって品揃え増やす感じなのね。おお、またいる。それならまた手首ザブライがいつの間にかいる。また来る。ピュー、早いんだから。あ、まだ聞きたいことが。本当にごめんなさいね。
大丈夫、慣れてるわ。腕が立つ分扱いが難しいですわ。あ、要件があるのでしたね。闇手首侍なんで闇なんだろう扱い難しいかな、かね。ようこそ。ねるねるねるねの CM なくなったね。今もやってるんかな、わかんないね。どれを買ってくれるのかしら。わりかし数年前までやってたような気もするんだけど、気のせいかな。とりあえず小麦粉買って。これでいい取引成立ですわ。ありがとう。おばあちゃんがフライドポテト欲しがってるので。やっぱおばあちゃんになってもそういうジャンクフードを美味しいって感じるんかな。来てくれて嬉しい。さあ今日はどうする。ポテト作る。これにしようかな。何か食べる？てな感じで。何か食べますか？みたいな感じで。クレヨンしんちゃんの合間の CM に流れてるのね。今でも流れてるってこと？持ってきてくれたのかい？ポテトあげる。よくわかったわね。うまい。てれてれ毎回言っちゃう。今は知らないけど、あらん。昔録画したやつの CM めちゃめちゃ入ってただよね。私もやっぱ子供向けの番組によく流れてたよね。よかった、元気出してね。刀、そういえば刀使ったことない。まだ何かた。そうだね、なんとかしてみるわ。黄色い粒、タイモアとネイモアの中間なんだこれ。なんかコーンスープ的なものを想像したんだけど、気長に。うん、なんかそれっぽい、コーンスープっぽい。確かトウモロコシはいっぱい持ってるんだよね。なんか料理作っておばあちゃんに渡すもんばっかやってんな。はい、おすすめよって感じだけど、できるだけやっちゃいます。コーンチャウダー、こっちの方か。牛乳とパンがありません。何かあったら。牛乳とパン、やっていいよありがとう、ごめんね。はい、おすすめと思ってる人いるだろうけど、ちょっと待ってね。今日は新しい小麦粉とパン。どれを買ってくれるのかしら。ん？だったっけ。これで感謝いたしますわ。小麦粉とパンと同じような感じもするけど、まあまあいいや。あれ、パン売ってないぞ。パン作らないとダメってこと、もしかして。ちょっと待て。刀は私にお任せよ。ジンさんがひょっこり出てくるちゃんと食べ。さあ今日はどうする。ちょっともう一回チェック。間違えた、牛乳とパン間違えた、バカ。牛乳とパン、牛乳とパン、何かあった。間違えた。まあ小麦粉いろんなの使うから、まあいいや。牛乳とパン、しかしパンが売られていない。パンがどうなんだって。なんだって。 2D 作品にすら料理師から入れるよねっていうね。びっくりだね。来てくれて。さあ今日はどうする。パンはそもそも電製で作るわけではないよね。あるわ、小麦粉とバターがあって、それでパン作って、で牛乳買ってきてって感じかおばちゃんなかなか厄介なもの要求してくるわね。またいつでも来て。バター、とりあえずバター。まさかバターも錬成しろだったりしてシャードの買い取りもでき。どれを買ってくれるのかしら。ない、とりあえず牛乳買っとこう。これでありがとう。やっぱバターも作れっぽいな、これ。FF15 みたいにリアルだったらな。まあ、こっちは 2D だからしょうがないの。いや、いら、さあ、今日はどうする？おばちゃん、急に難易度高いもの要求してくんな。バターは牛乳と岩塩で作る。これ、岩塩がなくなってくな。これにしようかな。やった。これで、調理じゃなくて錬成だからこうできちゃうっていうね。魔法の調理方法だよね。でパンも時間かかるけど、あっという間に発酵させちゃうよみたいなね。
やった。おばちゃん結構たかってくるわびっくりだわ。で、あともう一回牛乳買ってくれば作れるよとおばちゃんの食べたいものためにあっちこっち走り回る美女。今日は新しいどれを買ってくれる的な感じになってるわ。これで感謝いたします。地味にお金も入っていくわ。そんなお金いっぱいあるわけじゃないんだけど、パシリである本当おばちゃんのパシリである。実は武器屋疑惑、疑惑じゃない、武器は武器屋疑惑のおばちゃんのパシリですわ。やっとコーンチャウダー作れる。 これにしようかな。こんだけいろいろ使わされる割に、あの料理のバフ効果が一つのステータス一個上がるだけっていうね。 CON ってなんだろう。これにしようかな。やった。 スターは攻撃で、インとは魔法で、ルック運でしょ。コンって防御力、根性防御力なんだろうな多分。ジーベルを何としても止めてくれ。このゲーム意外となんかやっちゃう、なんか不思議な魅力ね。コーン、ウソンCON って書いてあるステータスの略称なんだけど、コーンって。持ってきてくれたのかい。もうあちこちパシリしたよ、ほんと大変だったよ。最初面白いのかなってちょっと半信半疑だったけど、そうなのよ。まあやっぱフリープレイなのがでかいね。よくわかったわ、ね、やってみようってなる感じになるよね。うまい。てれってれ、私も食べたいな。こんだけ苦労したから食べたいなっていう風になるよねこれ。少しよかった。エプロンもらった。さらに料理に励めようと言わんばかりにエプロン渡される。なんとかしてみるわ。白い焼き物が食べたいおばあちゃんいろいろ食いすぎ白いソースをかけて焼いた料理。想像つかん。シチューなのかなこれ。アイコン的にシチューっぽいね。とりあえず料理は一旦置いときましょう。お金がなくなっていくわ。エプロン装備しよう。弱いん現時点では弱いん。もうちょっと早期の方で早い段階でやっとくべきだったんだろうねこれ多分。フリープレイでこのクオリティならそうなのよ。もうしてやったりって感じですわ。何か情報、私が集めた化け物の情報、新しいの来てないわ。ぶっころおばちゃんのあの声が聞けない。実は開幕ができるクエストだったっていうね。気づかなかった全然気づかなかった。持ってきてほしい。これを探、トイシューズ、持ってない。これもまああとは回しで。そして新しい武器がいろいろもらったんだよね。試しにちょっと刀を、振り終わった後ちょっと隙がでかいって感じか。まあ試しに使ってみようかな。一旦セーブしてから飛んでいきましょうかね。こういうゲームは刀のイメージ。そうなの？なんか一昔前のあのダンジョン RPG みたいな雰囲気はちょっとあるけど、ウィザードリーみたいなそんな雰囲気はあるけど、で忍者とかサムライっていうジョブが強いみたいな。さてそんでは続きいきましょうかね。塔の方はあれで終わりなのかな。とりあえずもう一回行ってみようか。
こっからあとでそこの敵クエスト対象の敵倒すでしょう。この真ん中穴が抜けてんだよね今。次はダーゲストダンジョンやるんですね。やらないやらない。あれかなりマゾイゲームって聞いてるもん。やらない。あまりマゾイゲーム苦手なの。でこっから下行って、いや横ずっと行って降りてきた方がいいかな。いや一旦下降りてこっちから行こうかな。最高にストレス溜まるぜ。絶対やらない、絶対やらないゲームをお気軽に楽しみたい派なの。ゲーム歴は長いけどそんな感じのゆるいライトゲーマーでございますよ。ゲーマーに怒られそうだけど。新しいの持ってた。テプスオシウス、雷を撃つ。おお。そういえばインフレのブレスも取ったんだった。そうだった。とりあえず雷撃つやつを試しにやってみようかね。っていうかセーブポイントあるし、ここで撃ちまくってみる。テプスオシウス。おお。テプスオシウス。地形に反射するって感じか。テプスオシウス。これはなかなか使うの難しそうね。うまく使えば一網打尽にできそうだけど。炎の方は？うん、使いにくい。これはダメだわ。見た目はすごいけどダメだわこれは。やっぱ豚さんでしょ。以上で試し打ちでした。では行きましょう。味方になった途端に弱くなるっていうのほんとやめてほしいね本当。豚さん好きね。可愛いかつ強いっていうね、もう最高じゃないですか。可愛くて強いって最強だよ、いろんな意味で。でここ先ボス戦があった場所で、なんか上の方つながってるように見えるんだけど気のせいかな。ずっと来たらただひたすら降りるだけってなってるような気がしなくもないな。これなんかひたすら裏道を使って降りてる感じがする。この塔の方はもう行き止まりってことでいいのかな。ひたすらひたすら降りていくよ。ちょっとダッシュが欲しくなる。ずっとこの裏道を走った先に何かあると信じたい。アドバイスありがとう。今んとこちょっとぶち当たってから考えるわ。ほんと2段ジャンプゲットしたからあと行ってない場所どこだっけなっつうのが覚えきれないよね。マップひどいから。うん、やっぱ普通に下置いてるっぽい。ヒュー、何もなかったです。やっぱここ行き止まりだわ。ってなると、あ、こっちの方行ってないのと、あ、そういえばこの下行ってないね。この下行
方かな、確かなんか下の方橋とつながってんだよね。橋梁って言うんだったっけ、漢字読めない今。うぃー、ちょっとこりゃ後ろ下がるじゃない。まったくもうびっくりしたよもう高速で流れてくる。いきなりのデカブツ登場びっくりしたよ。でたたーん。でちょっと回復してた。シュールな光景いきなりいるんだもんね。しかも後ろからバイルの盾が突っ込んでくるという ここから下の方、こっちの方もなんかつながってんだよね。刀今んとこ使いやすいかな、そんな使いにくいって感じしないかな。一回振った後隙はあるけど、まあなんとかなるかな。ただ敵が硬いとちょっと隙だらけになっちゃうね。オフ。でこの下がどうやっていくんだったっけ。あれ、あの下どうやっていくんだったっけ。マップの方に下ってつながってんだけど下くぐれないな。あれ、あ、刀のスキルそういえばなんかあった気がする。スキルとか奥義とか全然使ってないわ。昇竜拳コマンドとか要求されるから全然使ってないわ。武器ごとにいろいろあるんだけど、とりあえずこれかな。土壇場返し、刃で弾く。あ、でも持ってる刀ではないなこれ。多分武器ごとに固定化されてるっぽいね。多分この刀では使えないね。今装備してんのが鶴丸ってやつだからないね。ダメだね。武器の種類ごとに使えるとよかったんだけど。ここから回り込んで、あの呪い撒き散らすやつがいて、でその下って感じだったかな。豚さん出番よ。豚さん、もう一匹豚さん、2匹。おいとこっちくんなし、このカース状態やらしいな。はい、でもそして新しいマッハ。しずくさんこんにちは。デッドハウリング周囲を攻撃する。おお。今ねマップの方見てて目の前の敵見えてなかったわこんな感じでもう集中しすぎると目が点になってしまう。というわけでこれより先行ってみる新しい場所。ちょっとそこどいてや。メガトンみたいなやつオフ。もう背景に紛れてコウモリだわね。おたけびのやつなの。そんな感じで使えるといいんだけど。とりあえずバイルが邪魔してるそこといとくれ。バイルじゃない、バイルか。そこといとくれ。微妙に届かない、ちょっと
さっきの使ってみた。なんかコロンコロン落ちてくのなんだろうあれ。餅の使うゲーム似合いますわ、ありがとう。でもそんな頻繁に餅は使わないよ。敵に応じてちょっとたまに餅使うときあるけど、そんな頻繁には使わないよ。おうふう、跳ね返ってくるらしい、跳ね返ってくるらしい。レベルアップ。え？どういうこと？今大ダメージ食らったような感じしたけど。ちょっとその場所どいて。弾丸のレシピ銃使ってないな。やっぱ近接用ってなっちゃうね。日記という名の説明書。あ、紅吹雪この武器持ってるよ。鶴丸でできるって。下斜め横からのまっすぐ出た角、この複雑なコマンド。半回転しつつ前、後ろ半回転しつつ前。マグナムが欲しい、本当ね。おー、回復ありがたい。ちょっと試しに、はい、これあ、違う、これだわ、これだわ。とっさの時出せないわこれ。難しいわ、強いけどとっさの時に出せません。やっぱり基本使わない方向で。難しい。まあでも格闘ゲームよりはコマンド判定緩めかな。スト2かよっていうコマンド。そうなの。ストリートファイターシリーズがね、それっぽいよね。ちょっとダメージ食らったからもう一回。面白いアイテムを落とす敵がいる。ほうほう、ちょカーマリもいい山。なんかすごいのがいる。何あれ、繋がってるし。何こいつ。何こいつ、繋がってるし臭いです。オフ、痛い。そして土木工事するやつがいる。豚さーん、やっぱ困った時の豚さんだね。見てこの豚さん、かわいいでしょ。丸々太った豚さん、かわいいでしょ。でサークルリッパー、円盤を投擲。ダメだ、鎧系技、殴る系じゃないとダメージがまともに通らない。やっぱトゲトゲしたハンマーよ、トゲ付きのコンボよ。豚さん大活躍。もう豚さん話せないわって言ってて、どこかで話すかもしれんけど。サークルリッパー、これじゃない、間違えた。間違えた、これじゃないけど、まあ倒したからいいや。あれ、これ新しいとこつながってるっぽいな。微妙、ちょ待ち、サークルリッパー、ヨーヨーみたいになってる。そして威力がしょぼい、ダメだこれ。戻します。豚さーん、ボヨン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 。ボヨン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 。いっちゃった。この土掘り合いよ、ほんたまほんたまゴリ押し、ありがとう。貴重なアイテム使ってしまった。ボヨンボヨン豚ちゃんでしたわ。我が呼びかけに応じよ。一旦戻って回復してから行こうか。あそこのコウモリが本当当てにくい位置にいるね。避けた、よし。ショートカット、これ確か持ってるやつだわ。
HP アップ。なるほど、ここはパワーアップ系アイテムを置いてある場所ってことね。ってなるとここしかないな、うん、いい感じに豚さん飛んでいったわ。うん、豚さん頑張って、戻ってきちゃった戻ってきちゃった。よし、もう一回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 当たった。豚さんはやっぱり癒し。アンチとかはない気がする安全な場所はさすがにない気がする。カレーパウダー、カレーを作れと。喋る、落とす、敵の武器喋る、落とすの。カレーのレシピ、やっぱりカレーライスを作れと下落ちすぎ、まっさかさーまーになっちゃった。こんな下までついてると思わなかったな。ショベルちゃんが面白いアイテムを落とすのね。クリティカルリング、うーん、クリティカル発生率アップするだけでステータスは上がらない感じか。おばちゃんがカレーたかりに来ますよ。ありそう、確かにおばちゃん言ってきそう。おばちゃんの満腹させようと思うと、結構ね、満足させようと思うと素材集めが大変だ。おっと、このチェーン部分切れないもんかね、ほんと。えい、急に曲がるらしい。いけ、べし、こっちもべし、お互いべしべし当たってどうする。さすが豚さん、カエルにも当たったわ。ナイス豚、やっぱ豚さんいいね。最初はこれ大丈夫かと思ったけど、物は使いようってわけだね。そしてまた水だ、プカーって浮くしかない、浮くしかない。うん、あのコウモリのほんとも、こいつはなんか面白いアイテム落とすらしいけど、ないね。ディア枠なんかな。頼りになる豚さん、ほんと。おのれコウモリ、ほんとも。ああ、届かない。やっぱ下行くための何かがあるっぽいね、これ。多分そういうシャードがあるんだろうな。昔のゲーム、昔っぽいゲームなだけです。発売したのは確か2019年だったかな、間違ってたらごめんね。確か2019年発売だった気がする、このゲーム。さて、またまた新しい技、三節山昇竜拳コマンド。その同コマンド3回っていうのが難しいんだよ一応この装備してる鶴丸でもできるけど、装備してないわ、持ってるやつでもできるけど、コウモリ目ってなる。本当微妙な軌道で飛んでくるんだよね。いや、これはセーブポイントあるところで試そう。跳ね返るのやめー。そんなこっちの豚さん跳ね返すよ。バサ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 、自由な豚さんです。うん、こっちかな。うん、どっち行こう。氷本ちゃんも微妙な当たらない。
基本的なのは波動拳コマンドなんだけど、なかなかね出せないのよね。とっさに帰る帰る、お邪魔ブタさん。なんかでかいのもいる。ブタさんもう一回、もう一回ブタさん。2匹もう出せなくてよかった。2匹出しすぎたと思ったらまだいたわ。こういうマップはブタちゃん強いのよ。そうなのよ、なんか狭いとこでなんか変に凹凸がある感じ、ブタちゃん強いわ。えーってなるけどブタちゃんで頑張るわ。お、シャードはもらった。シャベルマンから。シャベル？ショベル？サモンショベルアーマー。試しに早めに面白いアイテム出たんだけどな。やっぱレアドロップ品っぽいね。運が良かったんだよ多分。回復する場所が欲しいな。なんだこのレバー、向こう側しないとダメだわ。なんか今上の方に宝箱見えるけど取れないな。ちょほんとコウモリはよ。そして押した先にカエルが待っていたっていう見事な連携ね。すごい敵に広いマップだと何が何やらどうなってんだか。小動物の最強や。そうなの、こっちもムチと、ムチかもしくは小ぶりのものじゃないと当たんないんだよね。今なんかウォーカーなんとかっていう装備品、これなんだろう、武器じゃないな。デュラハンマーのヘレム持ってた、いつの間にか。考えられた攻撃である。ほんとさっきの落ちた先にカエルが待ち構えてたっていう。マップ達成率で攻撃力がアップ。そんなにマップ制覇してると言えないしな。もう行き止まり、あっちはちょコウモリ。抜ける最中にやめてよ。我が呼びかけに応じよ。うん、召喚使ってみたんだけど一瞬で消えていったな。ランクアップしないとやっぱ無理か。あれ、こっちまた別々に繋がってる。ダメだ使いね。ダメだこれ使いね。振り回す気に戻そう。コウモリ個人的に天敵です。ショベルを持ち帰るだけで攻撃判定があるという。
独独しすぎるショベルだな。まだ続くよ。死にかけだよ。ちょっと鬼丼でも食べとこうかな。チャララーンHP もフル回復するんだね、これ。なんか見たくないエレベーターを見てしまったな、今ブエルがエレベーターで運ばれていたよ。今これそうなの、フリープレイで出てるからやってみて。プラス会員ならただよ。ウィー、急になくなった。シャベルは軍でも使われる近接最強武器やから。そうなの、いざという時のって感じね。一つゲーム増えたわ。褒められてるのかな。まあとりあえずあれ、ライブラリーに入れるってやるだけでも後でダウンロードし直せるから、入れとくだけでもいいよ。あ、ここに繋がってるのね、これ。前のマップと繋がってるのね、これ。相変わらずコウモリだよ。このレバー長々と押せないと思ってきた、思っていたけど、ここに繋がるのね。とりあえず回復は大丈夫か。セーブだけでもしとこう。褒めたたえありがとう。喋りで叩く、切る、防ぐ、掘る、焼く、確かに何でもできるわ。例えばなんかサバイバルとかでもなんか喋り使って焼いてるのなんか見たことあるな。あ、ごめんね、ちょっとガッと当たってしまった、ごめんね。でさっきの場所がここでしょう。届かない。飛んだ瞬間ベシって内心に当てすぎでしょ、エイム良すぎでしょ。まあ、仕込まれてないと無理じゃない、あれ。倒したと思って突っ込んじゃったよ。おのりこわもり、普通に買うと6000以上、いやそんなに高く なかった気がするんだけど、そんなんだったっけ、6000したっけ。それがフリープレイ来てるならなおさらラッキーだよね。骨置き打ちは基本ですから、ほんとスナイパーの鏡だわスナイパーというか対人シューティングの鏡だわ。持ち帰るときは結構攻撃判定がでかいのがもう。先進むのは右側ルートっぽいね。
백선의 티라이. フリーフレームめちゃくちゃお得よね、本当ね。 もし容量がいっぱいでもライブラリーに入れてやるだけでも多い。ちゃんと後でダウンロードし直せるから。シュベル野郎でめちゃくちゃなんかダメージ食らってしまった。変な位置にいるからもう。んんコウモリ。なんかトロフィーゲット 42.195。 走った距離のことこれもしかして。コンポンさんこんにちは。 こんばんは、迷う時間。確かに。<笑>あれ、右の方行き止まりか。ないね。あ、マラソン、あ、確かに、マラソン42キロだ。そういうことか。ん、ここも行き止まりってことはこっち。違う、この下の水エリアどうやって行くねんって話よね。 とりあえず下戻ってこっちの方かな。危ない。敵固まりすぎ。 まだ行ってないところ。あ、そうだった。レバーで行けないんだった。レバーで行けないところもできればマップに書いてほしい。今日はブラッドステインドなのそうなの。カップ麺の宣伝がね。<笑>前の FF のクエストでカップ麺をやたら押していたクエストがあったんだけどね。ちょっと気持ち悪かったね、みんなの発言が。<笑>カップヌードル押さないとダメなのよって感がめちゃくちゃ めちゃくちゃ出ていたあのクエストがちょっと。<笑>小動物がなかなか厄介だわ。 ここまで分かりやすい。よいしょはないっていうぐらいの本当めちゃくちゃよいしょしてたんだよね本当。<笑>ダイレクトマーケティング、ステルスどころかダイレクトマーケティング。行け。ブタシャーン。で、新しい魔法はエンハンス。おお、魔力感上がるやつ。これ装備してるだけ。<笑>装備してるだけでってやつだね。 もうポイズンいないし、変えましょう。ショベルマンばっかり。そしてアイテムを落とさない。コンポンさんもほん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 。モサばっかりになってきちゃった。あららら。<笑>やっぱ対戦ゲームとかはどうしてもモサばっかりが残っちゃってるのあるよね。 コウモイとカラスのコンボ、カラスじゃない。コウモイとカエルのコンボよ。喋りは出るけど余裕が出ない。うーん、今のところレアなのがあんまり良さげなのがないね。ブタシャン。おい。でかい役満、本当に見かけ倒しなところあるよね。 チョコレート持ってる。何うまそうなの。レシピはもらったけどここも行き止まりか。やっぱ下の水エリア行くしかないって感じがするねこれ。今下泳げないんですけど。ってことは橋んとこ行くしかないか。ここも行くところがないね。なんもないね。
シャン、ブタシャン当たらない。ブタさん当たらない。バレンタインに向けてのチョコレート狩りってことなんかな。あ、そういえばこっちの方行ってなかったと思ったら回復だった。ありがたや、ありがたくセーブ。まさかあのバエルがチョコレート持ってるのがちょっと意外すぎてね。この上からゴロゴロ転がってくるこいつがチョコレート持ってるとか、あんな形のチョコレートが売ってるよってこと。まあ、バレンタインになるとなんかすごい凝ったチョコレート売られてるけどさ。お、新しいシャドウ、使えないショベルアーマー。新しいのじゃなくて持ってるやつなんだ。そっかーって浮くだけなんだよね。微妙なんだよね、ヨーヨー前に突き出すだけって感じの。でここが一気に落ちちゃった場所なんだけど、っていうか戻れなくない、これ。こっから上っていけないね、よく考えたら。ダメじゃん。なんて厄介な場所なんだ。豚さん、そうそう、ヨーヨーの射程がねこのぐらい欲しいよね。この転がってるやつぐらいの欲しいよね。またこれマップ端から端まで行かないとダメだわ、戻れないわ。ここなんて場所なんだ。こっちの奥、あ、そういえば行けないな。ちょいちょい、買えないのいっぱいもらえる。まあ売ればお金になるからいいけどさ。ここでプカーと浮いて、やっぱり何もなかった。そうだった。ん、来た。あ、今取った、なんか見てなかった。シャード取ったのしか見てなかった。今なんか来たの。鎧装備品、シュベルアーマーの鎧、とある勇敢な騎士が使っていた鎧。なんか防御力はめっちゃ上がるけど CON ってなんやねんっていう。来てみると誰。ガシャ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 。うるさい。ジャンプもガニ股になっちゃったよ。そして重すぎて二段ジャンプできません。あ、もしかしてこの重さで下に潜っていくとか。ガシャ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 。ダメだわ、浮くわ。浮くわ、この重さを持ってしてもあかんわ。面影がない。なんでかにまたになっちゃうんだ。完全に遊んでるなこれ。他の鎧とかそんなないよね。クルセイドとか今も来てるし、うん、元に戻るね。攻撃も変わる？どれどれ。あ、本当だ。ちょっと使いづらいよこれ。しゃがんで攻撃もできなくなっちゃった。しゃがめないし突き出すのしかできないし。あ、声も変わったんですけど。アウアとか言ってんだけど、岩投げ声どうやってすんだろう。ザブーン。どつき合いじゃー、どつき合いじゃー。ダメージ痛いです、むしろ。痛いです。ガシャ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 、うるさいし。シャード使う感じで。あ、本当だ。シャード使えなくなる代わりにスコップで掘る攻撃になっちゃった。なりきり度がすごすぎでしょ。ちょっとこれ、
メだこれダメージから声は変わってないけど、二段ジャンプが使えないのはさすがに厳しいから戻しましゅう。ある意味あれは一種の縛りプレイ用かなみたいな。ブタシャーン、ブタシャーン、ブタシャーン。他にもありそうだけど、うん、なんか地面にスコープ突き立てるモーションもあるよね。さっきの場所行かないと。ここ戻るのも大変ってなかなかきついわね。ちょっと向かい良すぎ。あらら、もう一回豚さん。あ、転送石そうだった、その存在忘れてた、完全に忘れてた。それ使えば早いよね。確かに使いましょう。忘れてたわこんな便利なアイテムを。というわけで帰ってきた。作物育ってるかな。いや、これまだかな。収穫できたよ。お、できた。ポテトは背低いから分かんないね。確かに種は後で買い足しときましょう。何か情報は。私がとりあえず報告。何かよ。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。新しい依頼が来てないわ。ぶっころおばさんのあの叫びが聞けないわ。いやあ、いら、さて何を錬成する。とりあえずポーション作るでしょ。よし、できた。ジーベルをなんとし早漏残月だったらそういう風に使うんだろうなそして喋るときは早漏って言わないから、やぶみ限定の言い回しだね。喋るときもなんとかして早漏って言えばいいのに。おばちゃんがシチューを欲しがってるけど、まだまだまだ待っておくれ。どれを買ってくれるのかしら。どれを売ってくれるのかしら。間違えた、シャード売却。これで感謝いたしますわ。これで取引成立ですわ。これで取引成立ですわ。これ取引成立ですわ。一応微妙なやつでも一個は残しておきましょう。どれを買ってくれるのかしら。お金はまあ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 来たけど。ありがとう。おばちゃんの依頼ちょっと頑張ってみる。作れそうなやつだった場合だけど。時間的にまたダンジョン潜るのはちょっと厳しい。ちゃんとた、さて何を練成する。柔軟剤入れた料理をあげよう。死ぬ殺す気かなっちゃうハイポーション高いのよ。そうなのよ、回復量がガッと増える分めちゃくちゃ高いのよ。ポーション集めてハイポーションに錬成もできるんだけど、こうポーション作る素材がね、序盤の敵しか落とさないから逆に作れなくなってきたって感じになっちゃったんだよね。これかマカロニグラタン。
おばちゃんすごいもう要求してくんな。ホワイトソース、モコネギは持ってる。パスタ、チーズ。絶対ホワイトソース連製だよねこれ。おハロー、海外の方。ホワイトソース、あった。バター、怪獣のミルク、小麦。怪牛のミルク。敵が落とすやつっぽいけど持ってないな。おばちゃんマジですごいの要求してくんな。バターはまあ確かなんか作れた気がするんだけど、カレーもカレーソースって作るようになってるし。牛乳と岩塩、そもそも岩塩は売ってたっけ。結晶の侵食が進みすぎていませんか。気のせいです。どれを買ってくれるのかしら。一応バターは売られてんだね。注文のいいおばちゃん、湘南のミルクといえばなんだろう。そして岩塩も売られてないね。そのうち品薄になってきてしまう。とりあえずバター。これでいい。感謝いたしますわ。っていうかおばちゃん作れない、今作れない。やっぱり結構序盤でできる依頼の割にすごいもん要求してくんね。ちゃんと。さて何を連成する。バターは先買ったでしょう。この怪しい牛のミルク持ってないっす。小麦粉をまた買えるからいいとして。教えて、怪牛ミルク教えて。やっぱ敵のドロップ品かな。無理はしない。なんかどっかでそういう情報見れないもんかね。アイテムかな。あ、ドロップする敵って書いてある。豚さん入れてポークカレー。豚さん入れないで可愛いから。といつ豚肉普段から食べてんだけど。あ、でもこれ一回ゲットしたものじゃないとそもそも図鑑に乗らないか。場所で飛んだ先にいた牛悪魔、やっぱりあの羽が生えた牛だよね。やっぱあいつか。あんまりいないよね。ニャボン、見て見て猫型かわいい。は置いといて、牛のやつ。こいつデガラビアだったのか。メガテンとか最近のプレスのシリーズだと人手にお目目ついてるデガラビアだったのか。で、あの牛は名前なんだったっけな。結構敵の種類多いから、なんかあいうえお順とかそういうあいうえお順にしても分かんないけど、なんかそう時の欲しいところだね。ザガンいた。うん、怪牛の肉 8%、 割かしディアドロップだわ。マフーンもいるしね、可愛いのもいるしね。静寂の庭園のみか。これは狙って借りまくらないとダメだね。まあこれはまあ配信やってない時にぼちぼちやっとく感じにしますかね。さてとりあえず今日の配信ここで終わっときましょうか。クイリーし、スクロールで復活するから。確かに復活する利点を利用すれば何回でも行き来しまくって往復しまくって狩ることは可能だね。というわけで素材集めておきます。とりあえず今日はこの辺で終わっておきます。豚さんのいっぱい出しといて。豚さん天国で、次回はあの橋のとこ行く感じかな。バサ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 。でまたツイッターの方で配信の予定とか書いておきますので、よかったらフォローとか見てくださると幸いでございます。ポークカレー素材がポークカレー素材が飛んでるよ、いっぱい飛んでるよ、捕まえてごらんなさいって感じで飛んでるよ。ぶっころぶっころ以上が言えないね本当ね。あのおばちゃんにまたぶっころいてほしいんだけど、また進めていくうちにまた新しいクエスト出るでしょ。
というわけで今日はこの辺で終わっておきます。ご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。これでもかと豚を召喚しまくる。それではまた。